んでだよ。見せないと公務執行妨害でしょっぴけるけど。急いでから早くしてくれよ。どう？これは聞いてるでしょ。これは何？何でもねえよ。薬物で現行犯で逮捕するわ。そんなんじゃねえよ。じゃあ何？龍角散だよ。え？龍角散だよ。喉が痛えんだわ。本当に？疑ってんだったら舐めてみりゃいいだろうがよ。てめえマジ疑ってかかってんじゃねえぞこれ。喉痛いのにずいぶん超えてるわね。これは何でもねえよ。乾燥大麻で現行犯で逮捕するわ。そんなんじゃねえっつってんだろ。じゃあ何？ハーブティーだよ。はあ、好きなんだよ。飲むと落ち着くだろうが。午後のティータイムが癒しの時間なんだわ。なんだよ。本当に疑ってんだったら成分でも何でも調べろや。これ路地の奥の店で。おう、よくわかんない。私もよくそこで買うから。おお、関係ないけど、なんで全部これに入れてんのよ。何に入れようが俺の勝手だろうが。これは何でもねえよ。フリスクだよ。フリスク？友達からちょっとだけもらったんだよ。ヤクの取引みたいなことしてんじゃないわよ。疑ってんだったら調べてみろってんだ。もう疑ってないわよ。これはフリス。分かりゃいいんで。てか、あんた狙ってやってんでしょ。何がだよ。こんなん狙ってやってるとしか思えないでしょ、このラインナップは。わけわかんないこと言ってんじゃねえよ。あんたみたいのがこんなの持ってたら薬でしかないでしょ。てか薬であれよ。警察とは思えねえこと言ってるから。いいわ、今回は見逃してあげる。次は必ず薬持ってます。お前警察失格だからな。